冷静すぎるやろお前も。この少年 GTA やりすぎか。高校時代のわしやね。なんか声出る。ちなみに今作僕は多分彼女を作りません。だからえ、わざとやってる。どういうこと。理事長あぜんペルソナかっこよ。はい、ということでね、ペルソナ3やっていきたいと思います。ペルソナシリーズはね、5から始めました。5をね60数時間かけてクリアしまして、なんて面白いゲームなんだと感動いたしまして、そしてつい先日放送でペルソナ4ゴールデンをやりました。ペルソナ4ゴールデンもね一通りクリアまでやりまして、まあ次ペルソナ5またやろうかなって思って、さっきまあペルソナ3が発売したということで私もやってみたいなと。なんか動いてませんですけれどもね、なんかねもう伝わりますか僕のこの高ぶりが。あ、動きました。はい、ということでね、プラスエニーボタン始めていきましょう。あ、12時、シンデレラも帰る時間です。魔法が解けま、あれなんか停電した。駅暗いの怖。何？お前さっさと帰れ、お前こんな時間に。えぐ。何があってん？その冷静すぎるやろお前も。いや俺も今までシリーズ追ってるから分かるよ。イヤホン外してとじゃないんよ。何怖っ。到着が遅くなってしまった。目的地の寮に急ごう。え、ほんまに言ってるこいつ。え、なにこれ、棺桶あるけど。これは棺だろうか。じゃないよ。じゃないが。なぜこんな場所に。そうだよね。あ、やっぱそうなんだ。君にとって日常じゃないよね、これはね。あ、着いた？もう早く寝よう。これは悪い夢だ。忘れよう。何があんねん。どういう演出？え、怖っ。うわー、かっこよ。この先へ進むならここに署名をして。一応契約だからね。裏切る声してるなこれ。何？あよし、俺はメイカー兄貴。これで親しくなったら兄貴呼びに座になるっていう俺のいつものお気に入りのやつ。闇に飲まれていくけど。え、ちょ、お前も動揺しなさすぎる。俺こいつが一番怖いわ。誰、うん、俺やけど。誰って俺。あ、さっきの撃てないって子だ。撃てない。何？あ、ちゃか。待て。やっぱなんかこれ話が分かりそうな人来た。え、明るくなった。私は霧城満。この寮に住んでいる者だ。霧城さんですか。彼は転入生だ。ここへの入寮が急に決まってね。なんかお前ポケットに手つこうのやめろお前。俺おいやめろ俺。彼女は竹葉ゆかり。はい、ゆかりさんですね。駅からここまで来る間、あ、ずっと平気だったの。あ、そうだよね、やっぱそうだよな。どういう意味。やばい。どういう意味。どういう。その様子だと本当に平気みたいだね。やばいだろう。え、待って、この少年 GTA やりすぎか。心なき打ちまくってるタイプとシリアルキラーだぞこれ。昨日の夜そのいろいろ見たでしょ。あれ他の人には言わないでね。え、見たのが当たり前なの。何じゃね。他の人は見たことないのあれ。どういう状況。おい、待って、びっくりするぐらいモブがモブだ。え、あ、びっくりするぐらいモブがモブ。これあの高校時代のわしやね。こんな感じだった。すごい静かそうな生徒。髪はいかつかったけど。ちょっと音量調整するか。うん、何待って。ふわー。かっこいい。何もうこれもうこれだけで俺1時間過ごせるわ。かっこよすぎる。っていうか私新入生なんで他当たってください。なんか声出る。めんどくさそう。あ、めんどくさい。いや、だるいな。なんか毎シリーズだるいのおるな。なんか何か毎シリーズとりあえず色物おるな。
4のクレオパトラみたいな。アイネスルはついてきて。あ、でもなんかちょっとテンションいいな。俺好きだけどな、この先生。まばたきしてる。顎タポタポされてそう。今なクリームパンおじか。お、待って。お前。え、待って。ネックレスに数層つけてる。麻雀好きなんけ。俺は伊織純平。純平でいいぜ。よろしくな、純平。実は俺も中忍時。健康でここ来てさ。あ、中忍時なんだ。結構前だね。いろいろと一人じゃわかんねえじゃん。なんかコミュ力バケモンばっかだな。俺が最初に声かけなきゃってな。いいやつだろ。なんかさ、この俺いいやつだろっていうやつ本当にいいやつだよな。俺好きなんだろうな、こういうやつ。なんかいいやつって言われるのが好きなやつだから、本当に裏表ないんだよな。俺いいやつだろつな、いいやつだろつって。ありがとうっつったら、へへいいってことよ、鼻の下こそっすみたいな、そういう可愛げがあるよね。大丈夫な心持ちで言ってんだろう。君とは運命を感じる。ちなみに今作僕は多分彼女を作りません。4ですごく苦しみにあったので彼女を作りません。耐えられません、僕には。無理です。実際聞きたいことあんだけどさ、お二人さん仲良く一緒に投稿したんだって。詳しく聞かせてくれよ。ちょっとやめてよ。彼とはたまたま寮が一緒ってだけ。何でもそういう話に結びつけすぎだっての。思春期ですからね。てかそもそも噂になるの早すぎ。不安だな、そういうの。ちょっといい？もうそういうとこちゃう、ゆかりちゃん。あのこととかそういうとこなんやと思うねんな、ゆかりちゃんね。自覚ないのが良くないわ。君も悪い。あのことって昨日の今日でしょ。昨日の夜のだから、だからだからだから。え、わざとやってる。え、わざとやってる、この子。何ほい、かっこいいないです、やかましいな。察せられたじゃねえか、なんか知らねえけど。いや、だからほらな。ちょ、なんか誤解してない？いや、するような言い方してるの自分なんよね。え、誰？あ、帰ってきました。なるほど、彼か。また厄介そうな声してる。いや、こんばんは。あ、こんばんは。私は幾月修二。君らの学園の理事長をしているもん。あ、理事長？偉い人だった。幾月？4人しかいないんだ、こんな立派な寮なのに。え、なに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 、どうだい彼の様子は。いや、寝てるとこ取られてんだけど、最悪や。もうすぐ影時間だ。おお、来た。あ、理事長がこの辺取りまとめてんのか。あ、さっきの麻雀の雀荘の前だ。霧城財閥。待ってガリレオみたいな始まった、びっくりした。あ、これがあれか、影時間か。え、こいつは巻き込まれ、みんな棺になったよ。学生だ。え、めっちゃモブっぽいのに。え、ビビるよな、こんなん。いや、普通の反応だよ、これが。え、何？え、ホラーすぎ。え、どうしたん？絶叫の質が良すぎる。どうした？え、などうしたんな、これ。何があった、これ。なんでこいつはこうなって主人公なんもなかった。寝てるわ、うん、平然と眠ったままか。何なんだろう、主人公やっぱ普通じゃないんだね。旅を訪れるこの掛け時間はいわば隠された時間だ。おう、普通の人間は棺のような姿に象徴化してこの時間があることすら感じない。あー、なるほど。棺になってるのは普通に人間で、そこでピタッと止まってるんだ、その場所で。やだよね、俺が靴下すぐポイーンって脱いで制服のままベッドに潜り込んでんの、これ見られてんやろ。最悪や。まあ、じゃあ寝ますか、そこまでご希望とあれば。制服で寝んのやめない？やはり興味深いね、彼は。制服のまま着るのがですか。
制服のまま寝るのがそんなに面白い。こちら作戦室だ。明彦か、どうした？明彦どうした？また一人で。すごいやつを見つけた。これまで見たこともないやつだ。やばいやつか。明彦。おボロボロだ明彦。ドアぶち破られんじゃんこれ。おお。何この揺れ、冗談でしょ。理事長は作戦室。竹は君は2階にいる彼を起こして裏から逃がすんだ。おお。なんだ今の揺れはつって大きな物音で目が覚めてしまった。外の様子を見に行こうか。悪いけど説明してる暇ないの。今すぐこっから出るから。はい。わかった。飲み込みが早い。待って。え、何のためこれ持ってて。え、茶かもしかして。茶かもらえんじゃない。ショートソード。え、ソード。じゃ気をつけろ。敵は一体じゃないみたいだ。こことは別に本体がいる。本体マジですか。わあわあ。すべて倒してしまえばいいのではないか。コキコキ。ショートソードペロ。どんなバケモンくんだこれ。なに、何やくんの。上よ、上に急いで。ひとまずは大丈夫かな。本気よ。でかすぎる音が。このビルぐらいでかいんじゃない。あ、すごい、ムービー始まった。え、ムービーのクオリティすご。え、何。あはははホラーすぎる。ぐちょぐちょだ。うわー。おおほほほほほ。クリアリング安全だな、こうやって見たら。チョキーン。シャ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 。キモすぎる。ここを襲ってきた化け物。キモすぎ。シャドウ。死ぬ覚悟。あ、あ、どうすんねんお前。あ、おい、ショートソードでなんとかしろお前。音キモ。冷静すぎんお前。いたぞ。待て。え、うわ、理事長。待て、試しすぎじゃない理事長。行かせるだけ行かしていいんじゃない。あ、さあ来るぞ。え、もう体が勝手に、え、なんか楽しそう。来たねー。かっこよ。待って、俺のサムネに使ったペルソナと見た目が違うんですけど、あの、あれ？俺がサムネに使ったペルソナって、いや、今忘れよう。え、何？え？え、どういうこと？え？もう変わった。どういうこと？オルフェウスはどこ行ったん？え、なにって、シャドウも何それってなってる。え、なんかめっちゃ意味深。わざわざオルフェウス一回挟んだぞ。シュパー、ショートソード、オラー。お、気持ち悪っ。トカゲの尻尾。え、オルフェウスどこ行った？まあ俺こっちかっこいいから好きだけど。わあ。
もううなり声がバケモン。What? Wait, what? 二面性持ってる。どういうこと？あ、あぜん。理事長、あぜん。見てこの顔。よだれ垂らしてる。おお、キモ。守らねば。守らなければ。あ、来た！ショートソード！いや、ショートじゃない、全然。あ、ちょっと待って、また UI 相変わらずかっこいいぞ、これ。相変わらずかっこいいですね、これ。攻撃。シュパシュパ。アギ。使ってるか。ペルソナ。あ、かっこよ！あれ？こいつのまま戦うの？おう。え、なんか、まだちょっと理解が追いついてないです。怪物たちは消え失せた。さすがにね、出し切ったか。でもなんか主人公っぽいことできて満足やな。俺もやりてえ、人生で一回ぐらい。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも